いつもご視聴ありがとうございます。トラジローです。今回の動画は5月の、10日の憲法審査会で山本太郎さんが発言した部分なんですけれども、参議院緊急集会について、衆議院任期満了時には緊急集会を招集できるのか、70日間以上開催することができるのかなど、運用面の限界を指摘する意見が結構出てきてますよね。確かに衆院任期満了時や緊急集会の期間について憲法には規定はないです。これらの課題は憲法に沿った解釈と運用ルールで解決できることだと私は思っています。つまりは必要に応じて衆院任期満了時にも開催する、必要に応じて70日以上開催もできると憲法解釈すればいいだけのことだと。それほど無理のある話ですか、これは。例えば憲法9条をそのまま読めば自衛隊は違憲ですが、13条と合わせて考えることで合憲だとこれまで解釈してきたわけです。国民の生命財産を守る上で必要であるということから、これほどまでの解釈も可能となったと。参議院緊急集会について、今のままでは緊急集会を70日以上開けない、任期満了時は無理だ、憲法改正が必要だという論立て自体無理があるんじゃないですか。国民の生命財産を守る上で必要があり、憲法に沿った解釈がなされるならば当然70日を超えても開催できると考えるのが筋ではないでしょうか。これまで好き勝手に解釈しまくって立法までしてきた者たちが、緊急集会などに関しては憲法改正が必要だと悲壮感たっぷりに訴える意図は何なんでしょうか。欲しいのは憲法改正を私たちの手で行ったという形でしょうか。それに加えて事実上の白紙委任、緊急事態条項を手に入れたいということでしょうか。他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言わざるを得ない。このように従来政府は集団的自衛権は憲法上認められないという見解を示してきました。集団的自衛権は本来憲法改正をしなければ容認できないものです。それを憲法改正の手続きは一切踏まずに、解釈変更の閣議決定で容認、強行採決で立法化しました。憲法改正が当然だと言いながら、本来は立法する以前に必要である憲法改正をやらずに、解釈だけで数の暴力で強権的に立法化したのはなぜですか。4月30日 NHK 日曜討論で、衆院憲法審査会の幹事、自民、新藤議員は、今の憲法は占領下で防衛力を放棄させられていた時の憲法だから、自衛の範囲や実力組織についての規定がない。だから憲法に規定のない武力行使や集団的自衛権を一般法で定めてきた。今度は安保法制に書き込んだことを憲法に後付けで盛り込むのだと、そういった趣旨の発言をされていました。現行憲法98条。この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅、及び国務に関する、その他の行為の全部、または一部はその効力を有しないとあります。憲法を飛び越えた立法は許されない。これさえ理解していない者が国会議員であり、憲法審査会の幹事を務めていることに、同じ国会議員としてではなく、一有権者として危惧します。憲法尊重擁護義務が公務員にはありながら、その感覚が全くない。呆れるのではなく、非常に危険な状態だと考えています。話を解釈に戻します。参議院の緊急集会の開催要件や期間を広く取る憲法解釈と、集団的自衛権の合憲解釈、どちらにより憲法解釈上の無理があるでしょうか。言うまでもありません。終わります。山本太郎さんが丁寧な言葉で答えているので、ちょっと分かりにくいかなって思ったんで、私がこう噛み砕いてちょっと言いますと、参議院の緊急集会についてなんですけれども、こんなことを憲法を変えてまでやらんでも解釈だけでいけるやろということです。答えてる内容がもうあまりにもバカバカしすぎてっていうことなんですね。
お前ら集団的自衛権を無理やり憲法解釈で合法化しちゃったんやろと。もう戦争できるような国にしちゃったんやろと。それをしときながら、なんで緊急集会の、日にち70日がどうのこうのっていうやつを憲法解釈でやらへんねんと。もう普通に一般的な法律を作ってやったらええやないかっていうだけの話なんですよね。めっちゃしょうもない話をなんでこんなところで議論しとんねんっていう話なんですね。なんでそこを目くじら立てて憲法改正をしないとダメだって言ってるのか意味がわからへんよっていうのが山本太郎さんの意見なんですね。バカバカしすぎて、もう、こんなところで俺に喋らせんなよっていうのがすごいこう顔に現れてて面白かったなと思います。憲法を守らないといけないのは公務員であり、国会議員でありっていう、まあ、国会議員も特別職の国家公務員っていう話なんですけれども、そういう権力者側が憲法を守らないとあかんのやろっていうことなんですよ。それを守りたくないから憲法を改正しようとしているのが今の自民党、公明党、維新、国民民主党なんですね。とにかく戦争がしたいのか何か知りませんよ。緊急事態条項というのを入れたくて戦争がしたくてしょうがないか知りませんけれども、だから私たちは反対してるんです。そんなものを入れさせてはいけないんです。っていうことで憲法を改正することを反対する政党を応援しないとこの国はめちゃくちゃになりますよと。それだけです。だから山本太郎さんはこういうふうに言っているだけで、もうバカバカしい話をするなと。それだけですね。まあ今回の動画はまあそういう感じでした。以上です。ありがとうございます。